だから文さん、はい、ほんまにカメムシ存在を知らないんですか。全然この方この年まで。いや臭いとはね、その流れによってもう聞きましたある程度は、はいはい、でも信じない。自分では今までみんな大葉のこと言うとれちゃうかと。いやいや大葉じゃない。今までのどんな臭いもんによってきました。いやもう僕ね、やっぱり田舎でね、臭いたら豚臭かったですよ。もったく臭かったですね。そういうね、家畜の匂いじゃないんですよ。もしおったらどうします。おったらね、もうほらもうこの辺つけたらね、やりたいですよ。あ、顔中に。いやでもね、顔にそのヨウさんカメムシおるじゃないしに、うん、カメムシみたいな反転できますよ。カメムシ反転。5分後にはこうなるんです。5分後に。これはすごい。どうですか。信じないよ、信じないよ、やつは。なんで。マジやだな。これ全部ドキュメンタリーですよね。涙出ますわ。こうなるか。これ自慢や。信じられんで。これほど臭い虫がいてる。今これ5分後やったら10分後どうなります。元戻りますね。だから匂いが薄れていくから。いやこれだって。そこまで言うんやったら、はいはい、実際のカメムシとご対面して、はい、匂いを嗅いでもらいましょう。嗅ぎます。嗅ぎます。中に、若干引きの、カメムシがいます。素晴らしいね。踏まないようにね、下にいるかもしれませんよ。後ろにもおるよ。後ろにもおりますよ。どのカメムシがいいですかね。丸カメムシとご対面です。カメムシ。まだ臭くないでしょ、全然。はい。匂いしないですよ。匂いしないですよ。来たー。なんでかい。ちょっと待ってくださいよ。ちゃんと匂ってくださいよ。うわぁうわぁうわぁちょっと、おめでとう。なんか臭いでしょ。参りました。ブンさん、カメムシ通る。いてますよ。カメムシが臭い。もう皆さん信用しますね。信用します。大丈夫ですか、大沢さん、これで。はい。分かったでしょ。